やっていきましょう。マリオストーリーですね。マリオストーリーですね。はい。ということで続きやっていきましょう。クッパ城を乗り込んでいくよ。なぜか空飛ぶ乗り物に乗っているにもかかわらず、残念ながら、あい。あれ、あれ、あってねー、チャ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 。そう、なぜかね、よくわかんないけど、ピーチ城に乗り込まずにね、リチギにクッパ城から入っていくって、よくわかんないことやってんだよね、こいつもね。ということで、ファイユー。おい、チャ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 。あー、仲間呼びすけだ。でも、どうせレベルアップするし、一貫もめんどくさいから、とりあえず星降らしといて、そう、そうだよね、空飛ぶんだから、もう初めからさ、クッパーの目を欺いて、まあでもあれちょっと大きい乗り物だからバレるのかな。まああとあれかな、その AT フィールドかなんか貼ってあって、で星だからバレないようにっていう侵入とかしてたのか、いや、のことなの、そのスターウォーズみたいなね、バリア貼ってる。めんどくせえやつだな、おめえはよ。正々堂々戦えよ、仲間に頼ってんじゃねえよ、何度でも俺は星を降らせる、こいつも仲間に頼ってやがる、はっはっはっは。ちょっと聞いてよみんな、さ、愚痴なんだけどさ、僕のチャンネルもさ、おかげさまでね、去年の10月にさ、まあチャンネル登録者数10万人じゃねえや、10万人は夢だな、10万人いったらもう多分、もう今頃仕事してねえわ俺、これだけ、これ一本で頑張るわ。そう。徐々にさ、チャンネル登録者数も増えてきたりとかさ、まあそれからなんだろう、その視聴回数とかもね、徐々に、本当に徐々にだけど、まあ、伸びてきてるんですよ。ありがたい。そう、ありがたいことにね。そう。そしたらさ、今度やっぱりさ、ちょっとアンチというか、なんかうんちというか、もう臭いというか、ゲロまみれというか、なんかね、そうしょうもないこと言ってくるわけなんですよ。コメントの方とかでね。で、まあ、まだ僕残念ながらのアンチ体制がないから、まあ、言い返すか、まあ、もしくは、そもそものコメントを、まあ、場合によっては削除したりとかもするわけなのよね。めんどくせえな、こいつと思って。まあ、存在すらももう否定してやろうかと。まあ、結局今の世の中って、なんか生きてるか死んでるかよりも、社会的に抹殺されるかどうかの方がね、答えるからさ、普通に。まあ、それはいいんだけど、なんかね、人気者気取ってんじゃねえよとかさ、なんか調子に乗んじゃねえよみたいなことを言われたりとかするけど、はっきり言うぜ、俺のどこが人気者なんだ、見てみろよ、登録者数とさ、もうなんかもう全部食らうわ、全部食らっていくスタイルだわ。そう、もう俺のどこが人気者なのかっていうのをさ、なんかこう論理立てて理路整然とぜひ教えていただきたいよね。登録者数も1000人ちょっとしかいねえわさ、まあ、それからさ、ええー、かっき、あ、じゃあなんでやねん、課金せいや。そう。あと、なんだっけ、再生数もさ、別にさ、アベレージで1000とかいってるわけでもないし、中には1000いったりとかもするけど、大体さ、2桁か3桁くらいですわ。そんなんじゃさ、もう本当に、お昼ご飯代くらいしか月に稼ぐこともできないし、まあ、いくらとは言わないけど、ほんとクソしょうもねえなって、何を見て人気者って言ってんだろうなって思って、ほんとバクバクバク言って、もう、バクとしか言いようがない、マジで。バクしかいない、マジでね、本当に。まあ、そういうことなんですよね。だからみんなもね、ちゃんとね、ちゃんとね、現実を見てね、いろいろとコメントしないと、コメントしてるのがあまりにもまた外れすぎてずれてるから、はっきり言うぜ。俺はね、人気もねえしね、稼げてもねえからな。自分で自分を攻撃して一番虚しいこと言ってて、なんかもう残念なんだけどさ、もう事実そうなんすよ。よいしょー。よいしょー。たまーにラッキー。たまーにラッキー。そう。ね。残念なことにさ、そう。本当はさ、まあ、1000人のくらいの登録者だったとしてもさ、アベレージで1万再生とか言ってたら、まあ、それこそ副業として認められ、副業としてさ、まあ、そこそこの稼ぎとかがね、できてさ、ウハウハってなってたかもしんないけど、もう本当にね、心の底からね、そのくらい稼ぎたい。でもそんなないの。もうマジでね、一週間分の昼飯代くらいしか稼げてないから、月で。じゃあ何なのっていうくらいなんだけど、じゃあさ、そんなことやってんの意味あんのとかって言われるかもしんないけど、まあなんだろう、やっぱり、これ自体ね、ゲームすることとか、なんか一人でさ、画面に向かってベラベラ喋りながら、時々ね、コメントとかで誰かに反応してもらえるっていうことが、超楽しくて嬉しいの。
で、あと最近面白いのがさ、会社の人とかがさ、結構見てますよっていうことをなんか声かけてくれて、で、本当にくだらないねって言われるの。本当にくだらないけど、なんかそのくだらなさが逆に面白すぎて、なんかこう、ついついトークを聞いてたらいつの間にか終わってるわ、みたいなね。本当にバカなことしか言わないよねって、会社で仕事をしてる姿とのギャップがあまりにも激しすぎて、なんかもうそれがツボだわ、みたいなことをよく言われる。ほい。クイータッタラッタッタラッタッタッタ、あ、こいつまだ戦ったことなかったのか。オッケーでーす。よいしょー。おやすみ。あ、違うな。違ったなー。まあ、いっか。HP が8ある。あ、いた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 。うえー、ミニミニフミニミニ。しかも3ターンか。強えな、こいつ。やるじゃん。違うって何すんの、お前は。あー、バカだ。しかもこいつひっくり返らねえのかよ。そうか。じゃあ、やるしかないよね。ふう。ちょ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 、物知りをしてほしいんですよ。物知り、物知り。で、多分今、はいはい。12? 昔なじみの敵だから気合を入れてやっつけようってか?じゃあ貫いちゃおう。ドゥー!あ、ちょっと待って、2かよ。あ、そっか。あ、ちょっと待って。え?全部ラッキーじゃん。じゃあ無駄だったな。くそー、今意味ないことして、ミニミニ踏みって強えんだな。そっか、セラさんもくれるわな。エースなのに8しか体力ないっていう。エースかっこ笑え。こいつの方が俺にとってはよっぽど辛かったぞ、今。てか、門番めちゃめちゃいたね。わー、なんだー。うわーん、よく来たねー。俺はクッパの見張り扉。怪しいやつ俺の役目。怪しいやつは俺の役目?いや別にいいっす。通りたくないやつはあっち行ってな。やっぱ行きたいです。どうした?通りたいっす!お願いしますっす!ちゃんと俺の用意する。じゃあお前通してやろう。え?あーくれー。え、すげえ親切じゃん。体力回復させてくれるとか。脱出可能だろうやな。まあ万が一この時今度通してやったら、お前があの無理に決まってるからずっと震えて、まあ、震えて眠れってか。まあ、なんかのこんな言葉にあったよ。なんか、震えて眠れってさ。おい、よいしょ。で、君たちは何してんの?今では信じられません。マリオさん、きっとクッパ出してくださいねって。ちょっと待って。長い。あ、気の字。そう、マリオ殿、情けないですの。ピーチ姫もされて、キノコ城もクッパの好きなようになられてしまって、お疲れ何の役にも立てず。いやー、ほんと、マリオ、クソの役にも立たないな。すいません。ファイヤー。じゃあ、脱出しましょう。いっちゃいがり、朝飯前、あたいを連れてきた。ほんとよかったね。ほんと、マジで役に立つ君。チュルチュチュチュルン。プルペピン。え、どこに出てくこれ。これは普通にいけるな。これは普通にいけるな。これは普通にいけなーくはないですね。いけません。あ、ガッチャンすんのかい。ちょっと待ってね。あかりにしてた方がいいかな。こいつを抱っこすることで暖かさが欲しいんです。これジャンプでいける?いけないですね。暑いですね。しゃあない。パーティー。パタパタで連れていこう。バッサ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 ッって沈む前に急いでいかなきゃいけないと。バッサ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 ッ。ちょ、待って、乗ってないのに?ちょ、待って、乗る前から沈んでってる。なん?え?これもしかして普通にジャンプでいける?もしかして実は。あ、いけんのかよ!いけないじゃないか!違う違う、俺が下手くそなだけなんだよ。よいしょ。ほい。ちょっと待って、ちょっと待って、なんかさ、もう、なんか嫌だ、本当に嫌だ。なんでこうさ、勝手に斜めにさ、わーんでだよーんでだよー。お前さ、ゼルダの伝説とかもやってるさ、アクションゲーム野郎がさ、こんなアクションもできなかったら、もう本当に身も子もありやしねえって、どこ行った？あ、そういうことか。え、ちょ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 。おっく、殺す気か。丸焼きになるやないか。で、チュイ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 。ああ、こっちはいけないね。ファイヤー、チュチュファイヤー、ゲチュイ。トト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 ト。チュチュイ、おら、動き始めた、マイレボリューション。明日を満たすことさ。あ、チュイ、はっ!もう、頼むってくれき!ここ頼むって!動かないでよ!私の指示に従いなさい!指示に従いまーす。ほんまに。
全身ペロペロ舐めんぞ、マジで。全身ってどこ？どの辺のことなんだろう。とか言っといて、こんな、くだらなく誰か、その、ちょ、間違えた、前からなんかもう、あれ今日ダメだ。今日ダメかもしんない。このちょっと前に、ちょっとムジラの仮面の収録も一緒にやってたんですよ、時間があったから。ここ行く意味なかったべや。ここべー、頼む、俺のことを助けてくれ。ジュン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 。あれ、ちょっと待って。こっち、先に行く意味はあるのか？なかったでーす。帰りまーす。すっごい大変そうで、ポコピーがさ、気張ってる顔してるけどさ、一番頑張ってんのクモクモだかんな。で、おめえの名前よくわかんねえけどさ、おめえの名前なんて言うんだ？まーた動き始める前エレボリューションのだけか。急げ、間に合え、飛べー、オッケー。ちょ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 、いやいやいや、こんなんしてるから落ちるんだって。我慢しなさいよー。勘弁してくださいよ。これはさすがに届かないから。もうまた間違えた。なんだろう、なんで間違えんだろう、こんなに今日。あれ、こんな仲間変えるのって難かったっけ。違う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 。私がただ、ヘタクソのだけだ。ヘクソン。ヘクソンってなんかいたよな。ヘクソンさん、誰だったっけ。あー、そうか。あれだ、玉読み一族のさ、玉読み一族が雇った外国人さんだ。ヘクソンはつって。中村玉、うぅで、さあ、玉を頂戴いたしましょうかーって、ただのエロい熟女ババアなんだよ。熟女のババアもだいたい初回に。あ、でもそんなこと言ったら、なんかの春日にボコボコに怒る、何が起こるかな、何が起こるかなってやつやな。雷、ドカーン、ドド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 ドカーン。あ、これはこっちでいいのか。そうだね、あれ溶岩の、あれ、ああ、そういうことか。はい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 。任せてケロ。さあ、お嬢様、私のことをぶってください。すごいな、本当に。これまで手にした仲間をフル稼働ってやつですね。私は見えません。私は存在しません。私は消えました。あっちっちのち。おい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 。ちょ、待て待て、やれされさ。完全に今燃えとったやないか。ってことは、もうほんまに実体がないんやな。何もんや。お化け。よーし、パカピカパカパカピーピーピー。こっち行けんのかな。いけるんかい。ちょっと待って、その前に、こっちは、あ、無理だね。あ、じゃあ、いいんかって。あ、無駄な5秒間を過ごしてしまったら申し訳ございません。謝罪会見を開かせていただきます。君たびは、キラーが、違う、なんかいるな、なんかいる。なんかいるな。あ、バレた、早っ。まあ、何のやつか、このカメッコママさんなんて言って、確か何があってもスイッチだけ消されて、まあ、俺たちマリオとかヒーッやつけられちゃうんだ。ヒラムだ、マリオがなんだ、なんとしてもスイッチを押させてはならん。困ってもいいのか、やっつける根性を見せろな。根性焼き、こうなったら突撃。ちょっと待て、ポコピーで挑むのは大変じゃないか。うおー、とりあえずなんかちょっと試してみたかった。うおおお、へ、割とやるやん。すげえな。しかもひるむなーって言ってたやつが一番真っ先に飛んでってたけど。あ、ちょっと待って、飛ばされたやつが帰ってきた。おかえり。めんどくせえな。ただな、こいつな、防御力が3あるから、これじゃダメなんだよな。じゃあ、アカリンだな、やっぱりな。ふん、カメック呼べよ。カメックを呼べよ、お前。お前らがなんで前線で戦ってるさ、ヒルムナーって言ったやつ、ピューって飛んでってんだって話だよね。でもあれだ、あ、へぇ、4匹から始まったからあれだ、スターポイントはいつもより多めにくれるね。さっき2とかしかくれなかったのさ。ザッス、消えた。オッケー、じゃあこれで多分結構進める幅が広がってくるのかな。ジュ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 で、こっち。ユーガーが固まっ、ん、固まってちまいましたね。固まっちまいましたねーって、なんかすげえ弟分みたいな言い方してる。うわー、ようこんなところ歩いても全然熱くないですね。溶岩がなくなったとはいえさ、今あっちあっちでしょうよ。あ、これも鍵あるって。鍵がかかってて力がないよー。ちょっと鍵がかかってて。鍵がかかって力が出ないざんす。雷ドッカン。星の降る夜を使えないときは、
何が起こるかやってみてのお楽しみ。よー、楽しいじゃん、そういうの。たまんないよね、興奮するだろう、姉ちゃん。どこにいるの、そういう人。こっち行ったらいいのか。こっちも行ってなかったっけ。ああ、行けんじゃん。じゃあ、ああ、おうおうおう。ん？ちょっと待って、これは今行って、戻ってみるとどうなってる？お城、お？お城、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 お城に塗ったら、て、てっかてか。あ、戻ってきた。ああ、なるほど。で、こっち行く。え？階段がある。タラ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 タン。あ、やった。緊急キノック。こっち戻ると、多分なんかあそこのあのバッジが手に入るんだけど、あれ何バッジだ？何バ？何バ？な、ね、バー、バー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 。おばば、おばばっぱっぱー、手に入れちゃいまーす。なになに？ああ、なんだ。全然いらんかったわ。今さら願うこともねえし、自分の夢で叶え、自分の力で叶えるし、せっかくいいこと言おうと思ったのに、一発目初手噛んだらもう終わりだもんね。やっぱ願いってさ、自分の力で叶え、それはさ、その全く人の力借りたらダメとは思わないよ。その、でもやっぱり自分で行動した結果で、叶えたかどうかっていうのが大事だと思うんですよね。うん。ねえ、まあ僕の YouTube もその一つだしね。そう、自分の、まあね、嫁さんの力めちゃめちゃ借りた感じはするけどね。うん。出演してもらったり、ある時はなんか、俺をゴリゴリにいじりたいからって動画編集してくれてた時もあったしね。よし。で、どこまで行ったんだ？長えな。めちゃめちゃ戻らされます。やったー！オープン！戻ってきた。あ、ちょ。え？手入れされてないじゃん。しっかり掃除しろよー。何やってんだよ、クッパー。なんで、トゲ引っ込めて。もういいや、普通に戦おう。ちゃっちゃっちゃっちゃーちゃーちゃちゃあ、しかもこいつあれか。これめ、あ、へこんだ。こいつあれでしょ多分、なんだっけ。クリオだと、物知りができないでしょ多分、このタイプ。うわ、そう、おぉ！めっちゃフェイクかけられた。そんなタイプだったのか。ちなみにこいつはこうだとどうなる？一撃？あー、5以上あんのか。なるほどね。どうどうくる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 。でも2個か、ケチくせー。ケチくせーし、イカくせーな、こいつ。よっしゃ、行くか。まだいたよね、上に出しかねー。マジで掃除しろよ。何やってんだよ。あ？うん。なるほどね。でいなくなって、暗闇の中怖いけど、勇気を持って飛ぶのじゃあ、マリオー。さあ、どうなった。ちょ、どこまで行くの、どこまで行くの。線路は続くよ、どこまでも。上に下にあれ、あめあられ、わおおい、よし、オッケー。やっぱかっぱっぱ、ピッピッピッ。めっちゃいるわん、そういう時は。雨ふれふれ母さんが。あ、でもこいつ HP8 とかじゃなかったっけ。あ、一撃じゃないんかい。チーポン、シュル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 。オッケー、ふん、あ、違う違う、下手くそ。ふん、オッケー。じゃあいいや、攻撃を食らうとなんか出したり出さなかったりするのかな。やっぱ刺激をするとやっぱ出たり出なかったりするもんね。まあ超すごい刺激を与えるとやっぱ出るもん出ちゃうしさ。オッケー。ポコポーポコポピーピーピーポコ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 ポピーン。あー、あれ減ってたっけ。あ、そっか、吹き飛ばし使ったからか。ん？ん？なるほど、真ん中行かなきゃいけない。上はなんかあんのか。こっち行ってみようか。ちゃちゃ、ちゃ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 。まあ、最終ステージだけあって、結構かっこいい音楽流れてるじゃん。ちょ。あ、なるほど。
特にいらないから使うか。秒で使おう。チャ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 パレパレー飛びます。ささ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 、アカリン、これでまたあいつが出てこなかったらはってなるけどな。出てこないんかーい。あ、違う、あ、出てくるわ、きっと出てくる、きっとマイレボリューション。違う、お前か、お前かよ、エースか。あ、違うな、違う、ダメ。どうしよう。まあ、いっか。ファイヤー、ゲッチュー。峠の子をビリビリさせちゃうよ、感動キュンキュン、お胸チックン。どうだい、ふっふっ、あー、やんたい。めっちゃ走っても帰るわん。ドッドッドッドン。なんか音ずれてんな。ごめん、なんかあれ、なんかおかしいな。画面と音がずれてるな。あ、なるほど。俺の操作がいつもより下手くそなのはそういうことだな。うん。そうだ、そうしよう。パッ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 パ。またなんかある。アイテムいる？これはそうだ。また真ん中。あ、まあ、いっか。やるか。勝負だ！うげえ、あ、違う、それは聞いてない。それは聞いてない。ラッカ周りラッキー。違う。パープラ。さあ皆さん、おねんねの時間です。ぐえ、ただ一個問題はな、こいつら結局倒せねえんだよな、2程度じゃ。オーケー、パパ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 未来の技で勝ちまくり、格好の汚物を消毒するべと。つるべつるべ、プルプルドイン。ビリビリフラッシュ。20ボルトくらいで勘弁しといてあげる。チャーチャーチャチャカチャチャカチャチャー。コインコインコイン。で、君だ、あれ？おー、いいね。キラキラ落とし。星がたまらなかったらあれだね。こいつ使えばいいかな。タッタッタッタララタララタララ。なんかゲームオーバーっぽい動きなんか言っちゃったな。まだギリギリ31あればなんとかなるでしょう。他のゲームだったらあれだよね。HP31 っても致命傷だよね。ポケモンで残り31とかさ、もうレベルによっては、おわこー！おう。チャラチャ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 ラチャ、お。ちゃちゃちゃ、あれ、カメックもまだやったことなかったっけか。まあいいや。とりあえずどうする、だって逃げるでしょ、こいつ。卑怯者だから。ミラーの静まりたまえ、我々が力をなして戦わねば、クッパ様が悲しむぞよ。さあ、ミラーの子も戦うのじゃーって言っときながら、こいつ、こそっと逃げるから。え？あ、何でも使えるタイプ、こいつ、もしかして。でもね、残念。いやー、今占いはいらない。それだったら後ろの亀野郎ボッコボコにしてたわ。てか待って、よくよく考えたらさ、雷同士だから明かり食らわなかったんじゃね、説あるよね。おい、ほんとこいつマジでクズやな。オッケーで、下、あ、じゃあ、ちょっと、あれ、下ないか。上は？登って、あー、そういうことか。降りると？あ、なんかある。これ、行き過ぎてぴょん。うわー、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 うわー。あー、まあ、何かが貫けていった。ふん！いった。ぼっ！めっちゃ強いやん。やるやん。じゃあ、雨降らし。5? ああ、そりゃ皆の者を静まりたまえって言うわな。え、って待って、こいつで5なら、だって今防御レベルアップしてて5食らってるんでしょ？やばくねえか？仲間呼ぶよね？なんとなくそんな気がした。うぃー。透明になる？
あー、無敵のスケスケうぜえな。無敵スケか、マジか。そうなったらじゃああれだな、こう全体攻撃のやつでもやろうかなと思ったんだけど、あの星の降る夜意味ないからもういっか。どうしよっかな。チュイーン、ハープキャッチプリキュア、キャッチャッチ、え、なに、はぁ、おめえらなんてことをしてるだ。そう、こうなったら願う。キュイーン、あ、微妙だな。ピン、オッケー、うん、あー、強えな、さすがだな、さすがエースですね、やりよる。パパ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 。でもね、甘いんだよな、さようなら。あの、どうせもうすぐ進化するから、もうなんか適当にやってますよ。これ実は降りた方が正解だったとか、そういうオチでもなさそう。いや、どこで、あー、ちょっと待って、なんか押せるぞ。トト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 、どうしよう。あ、じゃ帰ってきちゃったのかよ。くわー、お前戻ってきたんかい。悪い、力抜け出せた。マジでマリオごとき無理や思ってたのに。ぬー、ちくしょう、仕方ないから通してやろう、覚えときよ。めちゃ律儀なやつや。開けます。しかも真っ二つにされてやがんの、ざーまん。おっしゃー、じゃあ、ちょっち早いんですが、一旦ですね、この辺りで終了とさせていただきたいと思います。次回さらにね、あの、最新部入っていこうと思いますんで、よろしく。ではまたお会いしましょう。チャンネル登録、グッドボタンよろしく。バイバイ。